東京メトロ18000系18107編成の営業運転が開始しました。東京メトロは、今日26日、18000系18107編成の営業運転を開始しました。これにより、18000系の編成数が、08系の編成数を上回ったこととなります。18000系は、昨年8月7日に、半蔵門線で営業運転が開始した車両です。2021年には、グッドデザイン賞、2022年には、ローレル賞を受賞しました。今日26日より営業運転が開始した18107編成は、先月30日に日立製作所を出場し、公衆輸送で長津田へ運ばれました。その後、半蔵門線などでの試運転を終え、今日26日の 51S 運用より営業運転が開始しました。東京メトロによると、今年度は、あと2編成を新増する予定で、最終的には19編成が導入されます。これで、7月26日の KAB ニュースを終わります。